キング、ダーディー、ジャボー、ワッチャー、ボンガー、ケンジョー、アイーン。はい、ということでジャンボくん部活動お疲れ様です。やっと遊びまくれる。はい、ということで今回なんですけども、今日は何するの。今日はツッコミ。もう、オープニング前にこれはやめとこない言うたら何が何だ、お前あ、もう一回かかっていくわ。それでてな感じで、今回ですね、ツッコミワードが何種類かあるんですよ。そう、うん、ツッコミワードをここにいっぱい書いてます。で、今から2チームに分かれてね、たくちゃんがツッコミする人で選んで、例えばプロスピガチャで藤川球児、あ、藤川出たくらいの喜びすなっていうツッコミワードが出ました。これを誰がいけるの。これをたくちゃんを引き出すために俺らがボケます。で、このツッコミワード出たらポイント選手っていうことですね。あ、なるほどね。だからタクちゃんも結構あの奇抜なツッコミしてるから、だから今ボケてるやん、だからボケてるから、いやお前ボビーオロゴンみたいな肌の黒さやなとか、あ、そういう感じでな、あのやる感じです。うん、マスクと肌の違いがわからんって感じやな。お前実はお前アポロより先に月面着陸してるやろみたいな。ということで、まあそのお題に沿った話をしていくわけですけども、チームどうする。あ、グパシー、え、ボッサンゲ、グパーでボッサンゲ、お、俺フジモン、キングジャンボ、オッケー、まあ一番いい言い訳かで、で、これでポイント選手で、ポイントが多い方が勝ちということでね。え、どういうポイント制なの。あ、簡単なんが、もうシンプルなんでやねんみたいな感じのポイントが1ポイント、3万入ってます、それ以外は難しい3ポイントでございます。オッケー、オッケー、行こう。ということで、私もやっていきましょう。レッツストーリー。何をボケてくるか楽しみですわ。ということで、選べ。はい、おいらがツッコマスワードは、おぉ、ドボン。似てるかな。うわ、余裕や、余裕やな。こんなツッコマして何が楽しい。ほんまに、まあ、しょっぱなやから、どれぐらいのあいつのツッコミ能力があるか、ね、調べてくる、ね、まあ、序盤やからね。It's gonna go 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 で、最近やばい、焼きすぎやろ、ほんまやばい、これ簡単じゃないやつな。なあ、お前さ、結構さ、大人のお店行くやん、お店行くけどさ、やっぱ、物足りてる、物足りてる、全然足りへん。ほんま、メッシとかクリロナレベルにいつもしごかれてんのに、それじゃ物足りへん。ほんま、もう宇宙一ぐらいの女の子にやられる、多分行かへん。世界一エロいやん。世界一エロいやん、お前。これすごい、お前ら世界一エロい。世界一エロいって言われてるけど、まだまだムラムラしてるぞ、な。ああ、なるほど。でもさすがにさ、俺彼女ってさ、もう4年近く付き合ってるわけよ。付き合ってな。まあ普通のことじゃん、俺興奮するよ。おお、どういうことで興奮する。まあ興奮するっつったら、女の子のこ、ここはわかる？うなじ、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 うなじ見たらピンダチを。変わりすぎ、変わりすぎやん、ちょ、待て、お前ら下手じゃない、大丈夫。え、めちゃくちゃうまいつもりやねん。あ、そうなんだ。俺さ、ほんま最近さ、あの丸亀製麺行ったことある。あるやん、あのおろし醤油うどん特盛り、かけうどん特盛り、カレーうどん並盛り食ってもまだまだ足りへんけどな、最近。お前欲の塊やん、欲望の塊か、お前。え、もう噂出た、OK です。ガチで、ガチで、あかんかん、こいつほんまふざけんなよ。いや、カンサーってたらオッケーやで。うわ、むずいわこれ。次の題はこちら。もう1回うわ、それはいくわ。おばあちゃんも3ポイントいかして。これは絶対いい。いや、もうこれはいける。それは頑張ってくれ。これ行きたい、見たい。ガガ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 
ンバ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 ンヤンキーに憧れすぎやんヤンキーやんお前ちょっかあのサイゼ行く怒ったんであガチっすか、うん、余裕余裕いいっすかうんあれやでサイゼ言うてもちゃんとサイドメニューしか頼まんといてなよかっ、うん、いやでもあれやねちょお前肩出せ肩も出しやちょやめてやちょ、マジやめてくださいよ。肩番するときに、いや、マジ。絶対この拳のここの、ここを。いや、ちょ、マジ。いや、肩番いらんねやったら、欠番にしたるわ。いや、本当におるうざい先輩。まあ、オッケーオッケーよっしゃよっしゃわかった。こういう感じやなと思った。じゃあ、僕ら、これいきます。いや、お前、絶対無理。じゃあ、行ってきます。やっぱなら今日怖いわよっけあ、めちゃくちゃ重いあ、明日からさ、オケの、オリンピック始まるらしいねんけど重いよ俺うわ、重い俺のさ、稲荷がこうパンパンなってパンパンな今パンパンやんそれ、縮めたのかお前いや、金玉に何があってはいちょっとね、ちょっと待って金玉我慢選手権しようなんでなんでそうなのどっちが耐久耐久勝負するなじゃあ、じゃあ、はい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 、いらクールポコや1個潰れたクールポコみたいな強すぎるのお前1個潰れたじゃあ、お前残り1個しかないよ頑張って行きます最後、おもしなんで、うん、はいいった2個目潰れたやばいってこれ、お前どないしてくれんのお前まだあるかろうじてまだあるかろうじて3つ目ある、うん、笑えいいったやばい3つ目最強すぎやろ3つ目も潰れたよこれ3つ目ないわあ、3つ目潰れた3つ目ないえ、いくで、うん、あ、いった、いったやばい、アウディややばいあー、やばい、アウディやアウディやマルミオースなアウディやなんではいあ、いったやばい、全滅した全滅したえ、全滅したえ、全滅したってどういうことやばい、金玉全滅した5回今殴ったであー、やから全滅して、金玉どういうことやいや、明日からオリンピック頑張るなあ、お前の金玉。稲荷の中ではオリンピックらしい。今年いつもさ、金メダルってさ、普通、俺はほんま。いや、金玉オリンピックすな。なれね、それ。あ、いや、俺って普通金玉2つ。なんなん？え、お前ほんま金玉オリンピックってことは5つあるとこ？うん。ちょっと待って。金玉パン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 。いや、お前金玉5つあるから。どういうことびっくりしたはもっとアウディ当たってやしということで次はこれごめんなさいうわやばいぞ話されたら大好きなんでお前やらせていきますあれ痛いあのほんまバカにしてるわけじゃないんでお願いしますそうやな、今日タピオカとかいいんじゃん。あ、いいね、いいね、いいね。やっぱ街中でやっていかな、これ。お母さん。戻ったやん。やめよう。お母さん。やめよう。盗撮やめようよ。お母さん。何の歳だよ。戻ってヤマトおりやん。何の歳だよ。じゃあ写真撮る。ありがとう。よしよし。コムドットヤマトに憧れてるやつよいしょーオッケー出たねこれはいやまだ自信あったよ簡単や簡単じゃあ次僕らこれいきますいきます行ってきますいやお前無理やって絶対無理まあ、見たけ自信あるからなほんなこれいけたらお前9ポイントいや、あげるあげるえ、まずほんまやいい何ポイントもらえるの9ポイント急に逆転ですいきなりやねん、なれさあ、俺も泣かへんのやったら泣かせてみせたいよなホトトギス
いや、紫式部おるやん。紫式部おるやん。紫式部おる。ああ、今の日本もそろそろどうかしてるから、天下統一でもしますかな。江戸まで参勤交代するべきやの。いや、歴史の教科書見すぎやん。一代目でさ、やっぱ江戸開いた俺らやん。うん、前世な。うん、前世徳川家康。いやもう最後ということで、うん、こいつらが考えたやつで俺らは勝負したいと思います。いきます。お前死んだまで飯食っていこうとしてる。これむずいな。勝ったらお前らがこれ言わしたらお前ら勝ちやから。あ、いや頑張ってこい。マネージャー、明日の予定は？明日は9時から打ち合わせして、そちらから 10時に東京に向かって、そこからのイベントがございます。芸能人か。イベント代なんぼなん？イベント代は約1時間あたり一律10万円で。いや、売れっ子芸能人か。いや、安ない。マジ違うのか。俺も、魂すり減らしてさ、剣玉やってるんじゃない？そうですね。いや、うまいな。であれば、プロモーション代として50万円からいただくことも可能ですが、うんうん、やはりその費用対効果も見合わないと向こうにはいや、マネージャーできすぎやろ。うん。完璧なマネージャーやん。うん。なんか、先月の給料何分だっけ？先月の給料4桁超えましたね。いや、けん玉ですげえな、それ。いやー、ほんまにさ、はい。こいつで人生変わったよね。いや、私も本当にけん玉のおかげで家族ともとも幸せになりました。ほんまにそうやな。だからまあ、いや、けん玉で飯食うてるやつおるやん。オッケーちゃん来たー。はい、俺の勝ち。俺の勝ち。待って、コンビニゲーム終わり。マジで嬉しい、これ行けた時嬉しい。ちょっとやらせや思われんねんけど、これ絶対これだけよ。これで俺ら負けうん。ちょ、待って、泣きの一回、ほんまに泣きの一回。いや、そう、お前泣きの一回それぐらいじゃさ、お願いするさ、感じちゃうやん、今。それとはもう、千万に言われたらもうやりたい。こんな形では恥ずかしいんですが、うんうんうん、ラスト一回僕らにチャンスください。まあまあ、そんだけすんやったら、無理かな。え？いや、もうほんまにお願いします。ほんま、奴隷になります。奴隷になってくれる？うん。そんだけ言われたらなんか、うん、まあ無理やな。え、こんな、もうちょい見てっくり。僕のお母さん買ってあげます。あ、オッケー。あ、いや、こっちっすか。よっしゃー。泣きの一回お母さんそれいけ。え、じゃあダンスの泣きの一回見せてもらう。いいよ。調子いいだ。あれ？うわ。これもうちこれも絶対これタクちゃんが成功してくれなかったら私どうしても明日死ぬから。いやメンヘラやん。もうすごもうメンヘラおるやん。ちょっとどうしよう。10人で、うん、合コンしてるっていう設定いきましょう。もう10人で合コンしてるっていう設定な。うん、よっしゃー待って。え大丈夫だ。彼氏とか。あ、大丈夫なんや。大丈夫？今それ友人に、友人にそれ。うん、大丈夫？あ、大丈夫？大丈夫。あ、大丈夫か。友人4、前も友人5、あれ友人6、友人7、友人8、友人9、友人10、友人9。え、彼女大丈夫なの？ちょっとやばいかも。え、ちょっと待って、しらけるって。今みんな全員大丈夫言うてる。いや、だってもう彼氏が心配してしょうがない。いや、みんな今、突っ込まさして。今全員大丈夫って言ってるやん。え、みんな彼氏、彼女持ちも、いや、おんのに、お前だけそんなんだ、嫌とか言ったら。なんでこんなこと言ってくる人がいるのかな。早く帰りたいのに。友人9。そうなの、みんなお前以外9人、全員メヘラじゃない。お前、俺だけメヘラ。あ、もう100人、じゃあ、100人で同窓会してるって言ってるのが。え、みんなもう99人、あ、
100人全員結婚してる同窓会とかすごいよな。すごい。え、奥さんとか、え、妻とか大丈夫なのみんな。1から98まで大丈夫だし。あ、そうなん。俺99人。お前大丈夫なの。やばい、夫に怒られちゃう。ちょ、お前そんなんしらけるってお前さ、お前そんなん一人だけやん。免疫だ、免疫だ。え、なんで98人以外メールじゃないのに、うん、私だけで。なんでお前だけそんなんな。ちょ、なんでな、お前メールなの。オッケーオッケーオッケー、日本人口行こう、日本人口、日本人口で、はい、皆さんで結婚パーティー開きました。はい、もう1億人全員結婚、世界に1人だけのメンヘラか。いや、世界は関係ないよな。世界は関係ないんだ。そういや、もう日本の話だから。日本一メンヘラ。いや、ここまで来たら日本も関係ない。ここまで来たら日本も関係ない。そこまで言えない。ここまで来たら日本も関係ない。宇宙一名だ。宇宙に規模上がりすぎ、規模上がりすぎ。もうちょっと比較しようか。じゃあな、1億人でさ、ほな、同窓会か。懐かしいな。9999万人は、え、9999万、9998人は、あ、大丈夫。名変なじゃないです。大丈夫。いや、夫がそろそろちょっと罪に来ちゃう。ところなの。どんなんだ。何してんの。なんでお前一人だけ、一人だけこんなんだ。いや、メンヘラなんだ、うち。キング。お前何言ったの。お前一人だけ言うたろ。それだけメンヘラおるやん。はい、終了。残念やろ、それは。今回の勝利は、ジョージ・コングチームやじゃーん。これはあっぱれですわ。もうだって僕ら実質1回しか突っ込まれてないんで。あなたたち3回くらいしか。お前ら突っ込みの隙与えてない、うん、俺に。もうお前らって喋ってるだけやもん。いや、お前、ボケ渋滞しすぎて、御堂筋みたいになってんの。突っ込みやで。いや、お前、御堂筋のイルミネーションか。20突っ込み。いや、感情線、ループ。感情線、トリプルツッコミ。いつい楽は楽もあるさ。ただ、チャンネル登録してください。はい。人生楽は楽もあるさ。スクスク。そんな歌ちゃん、そんな歌ちゃん、えい、えい、ボンスポン、はい、人生触られたら歌うせえのじゃあっていうよ。人生楽はりゃ苦もあるさ。はいはいはい、触れ。ごめん、最後までごめん。なんで帰んの。ごめんや。